こんにちは、フェルネスキッチンの関口彩子です。今回は夏バテ防止に最高の一品をご紹介したいと思います。夏バテの原因というのはまず食欲減退、そして消化吸収能力も落ちてしまうことで体力を消耗してしまうような症状なんですけれども、今回は私が夏場に何度もリピートしているとっておきのお蕎麦のレシピをご紹介します。これはね、ぜひ試してみていただきたいレシピなんですね。で、この動画ではお蕎麦の健康効果、そして夏バテを予防するために大事なポイントをいくつかご紹介いたします。暑い夏場の健康管理にお役立てください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。夏バテの原因についてお話をします。夏場は冷たいものを多く摂りたくなりますよね。冷たい飲み物とかアイスクリームとか果物とかかき氷とか、それによって内臓を冷やしてしまう。で、その後に食べ物を食べた時に消化不良によってお腹の調子が悪くなってしまう。結局そういうものの栄養素ってね、糖質が多いんですよ。糖質が多いものを食べていると体内のビタミン B1 を消耗してしまうんですね。で、このビタミン B1 というのはエネルギーを作り出すために大事な補酵素になりますので、ビタミン B1 が消耗してしまうということは、やはりエネルギーがうまく作り出せなくなって疲労感につながってしまいます。そして暑さですね。暑さによって体力が消耗する、脱水を起こす、軽い熱中症なんかによる食欲減退です。これらの要因がいろいろと重なってくることで体がバテてしまうということになるんですね。そこで夏バテ予防におすすめの食材、お蕎麦になります。お蕎麦は麺類の中でもダントツいろいろな栄養素を含んでいるんですね。例えば白いご飯、精白米とか、あと小麦粉ですね。それに比べると圧倒的にタンパク質が多く含まれます。体のほてりやむくみを予防するカリウム、多くの代謝酵素の材料になるマグネシウム、リンや鉄、ビタミン B1、B2、これは代謝のビタミンですね。そして血行を良くするビタミン E、さらに食物繊維も多く含まれています。そしてお蕎麦に特有の成分としてはルチン、知られていますよね。このルチンには活性酸素を除去する力があって、毛細血管を強化したり血圧を下げる効果もあります。お蕎麦の外側の外層部に多く含まれているので、外側の黒っぽい外皮も一緒に引いたような黒っぽいお蕎麦の方がよりルチンは多く含まれています。なので蕎麦湯も合わせて取ってあげるといいですね。カテキンというポリフェノールも含まれています。これはお茶にも含まれていますけれども、殺菌や抗菌作用があります。なので食中毒の予防にもなりますね。血糖値の急上昇も抑える働きがあります。コリンという物質も含まれていて、脳の健康にも重要な成分なんですね。集中力や記憶力を高めたり、アルツハイマー型の認知症の予防にも役立ちます。脂肪肝の抑制や高血圧の予防にも役立つ成分です。お蕎麦の中にこれだけいろいろな栄養素が含まれていて、夏バテを解消するのに役立つこのお蕎麦をベースに、食欲増進効果、さらに疲労回復に役立つような副食材を合わせていきたいと思います。まず材料の説明をしていきます。これで1人分の材料になります。まずお蕎麦ですね。これ今日は乾麺を使ってますけれども、茹で麺でもいいし冷凍麺でも構いません。あとはお野菜、きゅうり、そして大葉とネギになります。味付けはこれストレートタイプの麺つゆですね。あとごま油、あと梅干し大きいの1個、そしておろしにんにく、あとはすりごまです。で、ごまもね、栄養を取りたいときはすりごまタイプを使うといいです。ごまってね、結構殻が硬いので消化が悪いんですね。ぜひ疲労回復という意味ではこのすりごまがいいと思います。はい、まず材料の準備ですね。きゅうりをまず半分に切りまして、これを斜めに切っていきます。ネギは白髪ネギにしていきます。で、中の芯の部分は刻んで一緒に混ぜ込んでしまいますので、これは別にして、で、刻んじゃいますね。白髪ネギね、ちょっと面倒くさいなという方は貝割れ菜とかそういうもので代用していただいても大丈夫です。あれだったら切る手間なくて、でピリッとした辛みなんかがねありますので、アクセントになりますね。はい、でネギも刻みました。で、梅干しですね。こちらは種を取って、で叩いておきます。
こちらもね、練り梅なんかを使っていただいても結構です。はい、このような感じで材料の準備ができました。お蕎麦を茹でている間に梅肉ソースを作っていきます。まずはストレートタイプの麺つゆです。もう材料を合わせるだけですね。叩いておいた梅干しです。おろしニンニクが入ります。梅干しのクエン酸とニンニクが入ることで疲労回復にも役立ちます。はい、あとは先ほど刻んでおいたネギの芯の部分です。ごま油が入ります。これで和えるソースの方はもう完成なんですね。梅干しの甘さとか酸味とか塩加減とかいろいろ誤差がありますので、ちょっと味見をしていただきますね。で、今回ね、梅干しがすごく酸っぱくて甘みが全然ないので、少し蜂蜜を入れておきます。お砂糖でもいいです。少しだけ甘みのあるものを入れてマイルドにしたいと思います。小さじ1弱ぐらい入りました。お蕎麦を茹でていきます。お蕎麦はよく洗って締めておいてください。しっかり水気を切っておきます。茹で上がったお蕎麦を入れていきます。そしてきゅうりです。で、大葉はですね、この茎の部分を取って、で、手でちぎるような感じで大きめにね、入れていきます。大葉が夏の香りですね。あとは混ぜていくだけです。シンプルなレシピなんですけれども、食欲がなくてもこれだったらちょっと食べようかなという感じがしますので、ぜひこの夏のアイテムに加えてほしいなと思います。はい、盛り付けていきます。仕上げにすりごまをたっぷりとかけていきます。これはね、またビタミン E も多いし、カルシウムや鉄分も豊富なので、疲労回復にも役立つ食材です。仕上げに白髪ネギをたっぷりと乗せていきます。こういう薬味がね、たくさん乗るっていうことも、これも疲労回復に役立ちますので、今日はネギ使ってますけど、みょうがでもいいと思います。大葉と梅肉のそばパスタ完成しました。すいません、立ったままで失礼します。お味見をしてみます。これはね、私毎年必ず夏にはね、作ってるレシピなんですよ。食欲ないなっていう時に、そうめんだとね、物足りないじゃないですか。で、これはね、疲労回復にいいニンニクとか梅肉とかいろんなもの入ってるので、本当にね、疲れも取れるんですよ。いただきます。梅肉がね、さっぱりとした酸味とすりごまかかってるので、結構コクもあるし、大葉が爽やかです。ぜひ試してみてください。今回は夏バテ予防に大事なポイントをお話ししました。やっぱり無理して食べたくないものを食べるというのは難しいですけれども、喉越しが良かったり、食欲増進するような香りのものを使ったり、そして疲労回復に役立つクエン酸を含む食品とかお酢とか、そういったものを上手に活用してあげること、なるべく微量栄養素が多く含まれているものを食材として選んであげて、お食事が減りやすい時でもできるだけ食欲を増してあげるようなものを食べて、胃腸の働きを活発にさせてあげられるようにすること、このあたりのことを踏まえてみてください。作ってみたよというご報告もお待ちしております。ではまた別の動画でお会いしましょう。